リニューアルオープンしたキャナルシティ劇場には、この日を待ち焦がれた多くの人たちが訪れました。やっぱりみんな見に行くんじゃないですか。いろんなものがあれば楽しみですよね。オープン記念として祝いの能翁弓矢の立ち合いが上演され、人間国宝の能楽指定方観世流梅若実浪節さんや狂言師の野村萬斎さんらが出演しました。キャナルシティ劇場は劇団四季の専用劇場として運営されてきましたが、今年4月の上演を最後に専用利用を終えました。今後はコンサートや演劇、落語などあらゆるジャンルの公演が行われます。